パシフィックリムを見たら、居ても立ってもいられない何に<何>逆転一発マ<で>ンよなんでパシフィックリムを見たら、一発マンあ、なんか思い出したジプシーレンジャーのハッシーシッケンスがクリーンアクトリオの骸骨バギーそっくりなのよああ、高いところからコクピットになってる頭をエレベーターで投下して 刺さったら一周回して固定するやつねあこれはカイルダーオンの寛骨だったいかなと思わせておいての一周回転してまさかの一発マンよデルトロ監督だからないとも言い切れないタイムボカンシリーズではこの骸骨みたいなのがコックピットとしてすっと利用されているにゃソケット型になったのは一発マンからなのでとりあえず一発マンを見るのよ今 YouTube の公式で一発マンは何話か見れるにゃ久しぶりに見たけど ロボットが自分で振り回したりしてるわね。味わい深いにもほどがある。タイムボカンシリーズは、大河原国吉がメカデザインをしているわ。ヤッターワンのデザインは歴史に残る名デザインだと思うわ。新しい方のヤッターワンは、って視野に入れないわ。ヤッターアンコウが好きだにゃ、あれならかなり語れるにゃ。一発マンはメカデザインを語るなら。逆転王、三冠王、タレコーベバギー、コクピットメカ。 毎週のやられめかまあこの辺よねリアル系好きの部長にはちょっと厳しいわねいやコックピットメカとか大好きなんだけどね一家に一台をだて豚欲しいわあれがあればラランを殺された直後のシャアも落ち着きを振り戻せたはずよ豚もおだてりゃきに登るブーやめて差し上げて逆シャアのラストバトルで絶対絶命のシャアのコックピットに愚かぶが愚かぶ。やめて差し上げなさい 一発マンはガッチャマンで少年少女を魅了したたの子の肉体ファクションがすごいわ割とメカアクションは淡泊な印象があるにゃそうなのよねでもこういう肉体的アクションを見る機会ってあんまりないでしょうああこういうアニメもあんまりないものねガッチャマンやハリケーン・プリマーあの頃のはイパトルのアニメって最近あんまりないのよね確かに最近ないわね最近の情報量の大家で一発マンのようなアクションは 毎週やるのの無理なのかもにゃああ一発マンはちょうどえっと動きのバランスが良い時代なのかもね少子高齢化の中アニメに求められるものがだいぶ変わっちゃったのもあるかにゃ一発マンは名乗りのシーンやアクションシーンでバンクを使わないことが結構あってそれがいいのよ待ちに待ってた出番が来たぜここはお任せ逆転一発マンと名乗り工場を言いながら空手やカンフーの方のような構図をとるのだけどこれが 結構毎回違うのよロケット団の名乗りみたいねアクションシーンも特別凝っている感じではないけど毎回違ってツボが押さえてあってすごいにゃ私あれが好きよ弾丸ヘッド号にくるっと乗り込むとこ何気にすごくかっこいいわねこの辺肉体アクションのタツノコ建材って感じにゃひたすら空を滑空するオープニングもとても気持ちいいわ飛ぶというよりは歓声で滑ってるうータツノコのアクションアニメ 全部見返したくなる良さだにゃ一発マンは定番ギャグをこすりまくるのと肉体ハァクションが見せ場あとはサラリーマン的な悲哀ねエンディングは「タイムボカン」シリーズの中でもファンの多いシビ・ビーン・ラクソディにゃサラリーマンの悲哀を歌い上げる名曲ね油断してたら腹が出るわ今見るとバブってて全然幸せそうなサラリーマンだけどもともと「タイムボカン」シリーズってメタ戦闘にそんなに見せ場はないのよ定番のバトルを定番にこなす。 という作りね。毎週お約束の展開だしメカロボのリアリティとかそういうところにはえいと置いてないから当然ね定番の面白さねその定番の裏をかく展開もあるからなかなかに見逃せないのだけどね隠れたましろとかシリーズ初とかマジマジ今前は見ようとすると D アニメスターかフールとかねそんなわけで本編はいろいろ珍しいことをやってるけどメカロボバトルとしては毎回同じ感じなので真身はないのよ 武器も手元に光とともに発生するリアルを求めてない作りにゃこれは豪将軍とかでもそうだったにゃ整備シーンとかもあるけどあくまでも主役は一発マンとタイムリース社の3人組ねそしてシリーズとしての主役は3悪にゃあんまりロボットにスポットが足らないのね大河原デザインの箱ロボとしては逆転王は無類の完成度だと思うわ変形パターンはシンプル大河原氏が木型を起こして形状継承をしたという話よ ちゃんと変形できるメカは重要と部長がよく言ってるわねその割には手首が差し替えなのが納得いかんにもほどがあるんだけどねあ、昔からその辺は頓着しないわよね大河原先生はそれでも合体バンクはすごくワクワクできるのよ変形度シンプルなのに三冠王なんかブリッジしてるだけの変形なのにめちゃくちゃ盛り上がるにゃ山本正幸の楽曲がしみるにゃ逆転王も三冠王もヘッド号ブースター号での時 顔面丸出しなんだけど合体シッケンスの最後まで顔を見せないのよこのよくわかってる感。コンバトラー V からの歴史よねウォルテスでは最初に顔見えててびっくりしたわセオリーいきなり外してくるセオリーも何もこの勘顔が隠れるのブロッカー軍団ぐらいだけどにゃそんなわけで一発マンはメカロボデザイン単体よりもお動きよしかもケレンミのある感じじゃなくて素直に気持ちよくうまい コー度なことがやられてる感じよ「このデザインのここがいい」みたいな細かいことも言おうと思えばいくらでもできるけども「ハコロボ」の場合は細かいアレンジの話がメインになっちゃいがちにゃ「発明的デザインがある」といっタイプではないので難しいのよね三冠王は2号メカのくせに逆転王の方が2枚目だとかハコロボなのに動力パイプとか「逆転王」は自我がないような描写だったのだけど王道復古に出た時は「自があった」とか。 そこを語っても面白いのは我々だけというネタが多すぎたにゃ。じゃあなんでテーマに選らなし。面白かったのでついなはかみちゃったのよ。でも、メカ的な部分での面白さではなかったのよ。あかんがな。んななメカブチャンネル。ね、いや。そんなわけで、メカブではスーパーミニクラの逆転王を買い逃したのをずっと悔やんでます。マークの逆転王も手に入らないにゃ。悔やんでも仕方がないので、メルカリにでも張り付きなさい。うぬぬぬぬぬ。 それじゃそろそろせーの弾丸ヘッドボー顔隠さず生首が飛んでるのコンバトラーより体化してる気がするチャンネル登録高評価コメントサンクス励みになりますお互い無理はしない範囲でよろしくねじゃあまた明日あれ締めはシビビーンじゃないのあやり直しておきましょうかせーのシビビーンシビビーンシビビーンイタタタタ 今のは軸よ。